会議と再生のサスペンス開幕。殺し屋高杉春の告白。26の時俺は組織に命を狙われた。だから全員殺した。後悔してる。誰も殺したくなんてなかった。目覚めると春は16歳の姿に若返っていた。そこは死後の世界。高校生になった春はかつて殺し合った家族と再会する。他のみんなにも会いたい。会って謝りたいんだ。しかし止まらない殺しの連鎖。それでも僕らは許し合うことができるのか。殺人プルガトリウム好評発売中。家族を取り戻すための戦いが始まる。